全日本新人王決定戦は、プロボクシングの新人ボクサー日本一決定戦。主催は、神戸新聞社デイリースポーツ事業本部、日本プロボクシング協会。発案者は当時日本ボクシングコミッション理事だった、郡司忍。後楽園ホールで行われた、東日本の予選宮崎市総合体育館で、行われた、西部日本の決勝戦毎年春頃から始まる、C 級。 ライセンス選手による新人王トーナメントの決勝戦で毎年12月に高楽園ホールで開催される。全日本決勝までの童貞は、まず東日本、西日本、中日本、西部日本各地区で各地区、各階級の代表決定トーナメントを勝ち抜かなければならない。さらに東日本地区以外の3地区の新人王は、 西軍代表を決定するトーナメントを勝ち抜かねば、全日本決勝まで進めない。そうして、東日本新人王と、西軍代表が、この全日本新人王決定戦で対戦する。西軍代表決定戦はそれまでは、西日本、中日本、西部日本の持ち回りであったが、2014年より、大阪固定開催に変更されることになった。公式戦は、 C 級の試合同様4回戦で行われるが、地区新人王決勝及び全日本新人王に、ついては2007年より、新人王戦4勝を挙げた、選手同士の試合は5回戦で行われる。また、全日本新人王では2010年により、ラウンドマストシステムの延長戦が導入された。西日本、東日本決勝と決定戦はヒテレジータス、ダイナミックグローブで、 毎年テレビ中継されている。会場となる後楽園ホールには関係者を、はじめ、各選手の応援団や熱心なボクシングファンが、全国から駆けつけ、例年立水の余地の内調満員となる。この全日本新人王決定戦に勝利し、全日本新人王を獲得した選手は、該当年度の12月付日本ランキングで、各階級の最下位に、ランクされる得点を得る。 第22回より MVP をはじめとする各賞が創設され、新人王の中から選ばれる。1978年から1981年までは、韓国の各級新人王との日韓対抗戦が開催されていた。2011年2月14日に、同年4月30日に、ソウルで30年ぶりに開催されると発表されるも、東日本大震災などの影響で中止となった。 2013年4月21日に、後楽園ホールで行われた日韓対抗戦は、日本の2勝3敗だった。以下に挙げるのは、条件緩和された2021年の東日本新人王についてであり、他地区は、細かい出場資格が異なる。リングネーム及び所属事務は、当時のもの。ありがとうございます。